モスクワでの2014年ロシア全国選手権。マスレスリングとは、ロシア左派共和国発祥のスポーツ。北欧の船乗りなどが公開中の力比べで、やっていたとも言われている、スティックプルと類似する。伝統的なスティック引きゲームマスタールから、派生した、ヤーコと S のスポートに使用される、国際名。エスキモースティックプルを彷彿とさせ、競技者は、 お互いの前に座り、競技エリアを分割するボードに足を支え、木の棒を引っ張って、ブロップボードと平行になるようにする。マスレスリングは、手、足、背中、腹部に大きな筋力を要求する。コイントスに勝ったアスリートは、スティックホールドの位置を選択し、外部ホールドを選択した選手は、自分の位置を示し、それを変更する権利はありません。選手は向かい合って座り、 長さ2メートル、縦30センチの板に足裏をつける。長さ50センチの棒太さ33ミリを両手で握り、引っ張り合う。棒を離したり、体が板を越えたりしたら負け。3回勝負で先に2勝した方が勝者となる。全員の間で共通の遊びとして発展したため、マスレスリングの編集はアラスカと北ヨーロッパの至るところで見られる。 ゲームは19世紀を通じてその領域内では特に一般的に知られた。ありがとうございます。